我関せずはこの方、まあ、85になってまだやってるのかと言われますが、そうだよ、赤澤は老兵は死なず消え去るのみだけど、老兵は死なず消え去りもしないっていうのは悪いやつほど生き残るって言うんだよ。2年前、高らかに改革推進を宣言した石原伸晃氏。ところが勢い余って猛反発を受けてしまいました。いいですか、どこの世界にね、車よりもね、子供が多かったなんて、ふざけだなんて。北海道では、車よりも道路をヒグマが横断している回数の方が多かった。タウンミーティングでの一言がきっかけでした。道路一本作るんだって、通勤の住んでる熊ばっかりいるところに作ったってあんまり効果ない。ということをうちの息子が言ったら胸をにいじめられてですね、泣きべそ帰ったけど。お願いしましょう。じゃあ押さないでください。いいですか。非常に罪なことをしてしまったと思っております。残機の念に耐えません。それじゃ失礼いたします。抵抗勢力のサンドバッグになりさっぱりの2年間でした。新規一転の新大臣就任で一番注目されるのは藤井道路公団総裁の去就です。プ押し付けられたな。ご存知のことです。俺知らないけどさ、要するに押し付けられたんだな。大変ですね。解任は不当として処分の取り消し。松原議員は小選挙区で落選。はい、お疲れ様です。なんとか比例で復活当選。けしからんことに選挙やって一番情けないのは、選挙で一騎打ちやって落っことした人が国会が始まったらまた入ってきてる。比例なんていう制度があるからですよ。有権者にとってこれほど比例な失礼な話はないと思うんですけど、字が違うんですけどね。ラップで終わっちまいましたよ。なんだよ、失礼なカメラマンだな。ねえ、浦仙家の初釜式です。おごそかな雰囲気でお茶をたしなんでます。森前総理、お茶のお味はいかがでした？お茶は本当ね、濃い茶だからなかなか使ってえ特にも総理の後で車出ますよ。なんか意味ありげ。その濃いお話聞いてみたいな。こちらは髪の毛より細い注射針を開発した会社。総理も実際に刺してみますが、これで刺ってんの？合ってるの？何も見たくないな。チャミに大変だよ。改革も痛みがなくなるといいけどな。本気とも冗談ともつかない感想ですね。そして争いは2ラウンド目に突入。握手してたよ。だけど僕は真ん中にいたから喧嘩になってこなと思って。ことなく私もテレビ見てましたら、深々と前原大臣が頭を下げてお詫びをしていた。お、次なるターゲットは前原大臣。ヤンバダム、もう一度お詫びをするぐらいならば。おー、文句あんのかこれら。なんかどうしてもはい、おっしゃったことあるんだ。どうぞ。どうぞだぞ、なら行けるよ。さっきから話を聞いてましたけれども、ここまで財政赤字を膨れ上がらして、GDP の約2倍の借金を膨れ上がして、そしてばらまきの公共事業をやってきたのはどの政党ですか？どの政権ですか？どうするんですか？こんだけ借金作って、それで箱物作って維持管理費だけでも出てこないですよ。時間ですので答弁は短くしてください。こういうようなところの抜本的な見直しをやる中でのヤンバダムの見直しなんですよ。自分たちのツケをね、ほっといてね、今の政権に文句を言うのをやめていただきたい。
全部前政権の責任だと言えば自分たちの責任が解消するという言い方はよろしくない。全て前政権のせいだというね、熾烈なる議論なんですね。以上申し上げて終わります。これにて10位、立憲民主党。こちらの車、立憲民主党の選挙カーですが、何かがおかしい。主の文字ちっちゃ。しかも変な位置。これはもともと民進党の選挙カー。公示のわずか1週間前、立憲民主党に変えなくてはいけない事態。思いついたのは、進むという字にテープを貼ってこの部分だけを残す作戦。ツイッターでは、素晴らしいアイデア、ナイスです。しかしよーく見ると、立憲の文字は大きく印刷した紙を貼っています。主の文字もそうすればよかったんじゃないんですか。あ、そう言われば、そうですね、今気づきました。あ、一番今ね燃えてますよ。公示日、小池代表の側近は希望に燃えていた。だが、ごめんね、入れられないな。僕夢があったからね。何ですか夢って。そんな若さしに相手陣営は、逆風の戦い。それでも文字数燃えてますよ。あ、どうですか。果たして、まさかの東京10区です。希望の党の若狭さん、現在3番手。もう東京12区倒しに来はる人は、はい、女一人に。そう笑い飛ばすも余裕はなかった。マリアン危ないらしい。そこに驚きの助っ人が現れた。皆さんこんばんは、山崎拓でございます。自民党元幹事長が、小選挙区は辻元清美、比例区は自由民主党ということで、自民党の重鎮が辻元候補を応援。これに維新が噛みついた。びっくりしますよ、自民党の超重鎮が辻元さんの応援にやってきてるんです。世にも奇妙な物語みたいになってます。わけわかりません。何ですかこれ。もうすでに受け取ってる人がいるんです。辻元清美さんです。大混戦の大阪10区、立憲の辻元さん、苦しい戦いです。維新の池下さんがリードし、小選挙区3連勝を目指す辻元さん、自民の大隈さんが追いかける展開です。選挙で勝ったから絶対的に正しいってわけじゃないんですけども、全否定じゃなくて、やっぱり支持されてるところはちゃんとそこは評価しながら、間違ってるところは間違ってるっていう姿勢にね、僕は辻元さん改めなきゃいけないと思うんですけどね。ですから橋本さんもですね、私の政策とか姿勢とか立憲のこと全面否定せずにですね、私たちのこともいいとこはいいとぜひお願いします。僕だから立憲だって支持してるところとか評価してるところは評価してるんですよ。なんでこんな私のことも、いやだからこれ橋本通る天敵ってなってなんで僕がこういうスタンスになったかというと、辻元さんが街頭演説で大阪から橋本を追い出せ、維新を追い出せとか言って、こういうこと言うからね。そしたらもう今辻元さんが今追い出されそうじゃないですか。橋本さん、それいつの話、大阪都構想の住民投票とか ね、いやだからいつどこで言ったか言ってもらわないと、だからこれからちゃんと全身施設にやりましょう。だから私は橋本さんのこと好きなんですよ。あれ、あ、もう好きなもうだから私はね、今回はね、でもね、本当にね、維新は橋本さんが仕切ってた頃よりも強くなってますね。いや、それはそうです。それと古内さんに言われたから、ね、なんかすごいもう全然前回と違うから、うん、いやこれ絶対ね、僕が辞めたから多分吉村さんには辻元さんメロメロになってますよ絶対。吉村さんのこと好きだと思う。私吉村さんよりも、言うたら悪いけど、うん、吉村さんよりも橋本さんのことの方が好きやから。いやいや、だって辻元さんだって昔大嫌いや言うてませんでした橋本さんのこと。言うてない言うてない言うてたでしょ前から。大阪都構想の時はもう大嫌い言うてたでしょ。ずっとそれは言うてない言うてない。好きなんや。都構想は反対で2回ね、悪いけど2回勝ってるんですよ、うん、都構想は。ちょっと待って、1回整理させてください。辻元さんは橋本さんのことは好きなんですか。
好きなんです。話がおかしくなってきてるじゃん。あと、ね、言ったんだ、しつこいな君たちは。それにしてもあの発言は適切だったんじゃないですか。諸君、新人議員の朝倉啓太君だ。おめでとうございます。これからはね、若い人の時代ですよ。ご自身の時代は終わったということですか。うん、よし、今度テニスやろう。いや、僕はお考えなんですか。じゃあ頑張って。総理の取材だ。